関係についてはどう思われましたか？はい、料理のですね、映画になったりドラマになったりとはあったんですが、パティシエがですね、こういう軸になるというのは今までなかったんじゃないかなと思います。そういった中で、非常によく出来ていまして、中にはね、これから見ていただくので内緒なんですけど、ドキッとするシーンなんかもあって、非常に楽しんでいただけるんじゃないかと思います。また原作にですね、非常に忠実に作っていらっしゃるのが、すごい好感を持ちました。シェフにとってスイーツってどういう存在だというふうに思われますでしょうか？スイーツというのはやはり人にですね、夢と幸せを与えられるものだと思ってるんですね。そういったものを作ることを職業としているパティシエというのは本当に世界一幸せな、職業だと思っております。ありがとうございました。鎧塚シェフに盛大な拍手をお願いいたします。素敵なガトーオペラ作っていただきました。ありがとうございました。それではですね、これから写真撮影ということで、もう一つ本日のフォトセッション用にスイーツ登場させていただきます。それではよろしくお願いします。はい、出てまいりました。スイーツのテーマパーク自由が丘スイーツフォレストさんよりフォトセッションのために素敵なプレゼントが届きました。こちら映画アンティーク西洋骨董洋菓子店の公開を記念いたしまして、劇中に登場します黒缶ブッシュをスペシャルサイズで作っていただきました。すごく大きいですよね。で、映画ね、ご覧いただくと分かるんですけれども、ちょっとシュリフンさんがこの黒缶ブッシュでとっても可愛らしいパフォーマンスをしてくださるというシーンがありますから、これからの映画楽しみにしていてください。シュジフンさん、これご覧になってみてどうですか？すごく巨大な黒缶ブッシュになります、힘들었던기억들이떠오르네요다시ねえ、楽しみにね、皆さんもしていただきたいと思うんですけど、映画の中のね、シーンでも黒缶ブッシュとの思い出っていうのは必死に見てますね。밤샘 촬영 저 그고요 이거 촬영장에서 제가 시럽을 직접 이렇게 뿌리는 신이 있어요. 근데 그게 생각보다 재밌어요. 이렇게 장난하는 것 같고 그래서 그 기억이 나요, 그때. 하이, 그럼 笑顔で まず中央をご覧ください。ファンの方たちが声かけていただけると笑顔になるかもしれません。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと照れ笑いしてますね。ちなみにですね、このスイーツフォレストさんが作っていただきましたスイーツフォレストの黒缶ブッシュなんですけれども、自由が丘のスイーツフォレストのエモカフェで4月1日より販売するということになっています。よかったらご賞味ください。さらに今日お配りしましたお土産のフィナンシェ、もう皆さんお持ちだと思うんですが、これもスイーツフォレストさんにご用意いただきました。映画鑑賞後に食べてみてください。